皆さんこんにちは。プライベートノイズカフェボーカルの涼子です。今日はお知らせがあります。プライベートノイズカフェキーボードの濱田直樹くんの追悼イベントが決まりました。2012年10月19日金曜日に東京飯田橋で、スペースウィズというライブハウスで行います。イベントタイトルは、浜ちゃんの追悼イベントだよ全員集合というわけでですね、浜ちゃんのゆかりのあるアーティストをたくさん揃えて、盛り上がる一日にしたいと思っております。会場では、浜ちゃんの面白いエピソードなどを募集しています。自分だけが知っている浜ちゃんの秘密や、今だから話せるここだけの話など、皆さんある方は、ご記入してお持ちいただくか、会場で記入して、会場ではボックスを用意しているのでそこに入れてください。それをまとめて、ご家族にプレゼントします。その他にですね、浜ちゃんの写真お持ちの方いらっしゃいませんか？ CDR に入れて、会場に持ってきていただけると嬉しいです。それも一緒に、ご家族にまとめてお渡ししたいと思います。そして、会場の、皆さんと、アーティスト全員でフィナーレで一曲みんなで歌う曲があります。プライベートノイズカフェのラストソングという曲です。 YouTube でもアップしてますので、皆さんも聞いてですね、当日ご来場ください。練習してくださいねで、みんなで歌いたいと思います。当日の詳細はプライベートノイズカフェの、ブログの方でも発表してますので、そちらをご覧ください。それでは皆さん、当日会場でお待ちしています。ぜひ皆さん来てくださいね。りょうこでした。